みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール豊か講師の滝沢でございます。今回はクロマチック臨床をやってみようということで、この動画は2本目の動画でございまして、先ほどの1本目の動画のほうで、クロマチック臨床はどういうことに気をつけたらいいかとか、具体的にはどういうふうに臨床するかとか、その細かい話をさせていただきました。で、この2本目の動画では、基本的なクロマチック臨床のやり方を応用させて、応用1、応用2。という2つのパターンをですね、練習してみたいなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、とりあえず応用1をちょっとやってみます。実際にやってみます。こんな感じです。こんな感じで1本ずつこう弦が飛ぶわけですね。だから3弦いたら5弦に行って、4弦に行って、6弦に行って、切り返し。ちょっと一緒にやってみましょうか。意外と難しいと思います。テンポ100でやってみましょう。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。6弦から4弦、5弦から3弦、4弦から2弦、3弦から1弦。切り返します。3弦、2弦から4弦、3弦から5弦、4弦から6弦。切り返します。2周目スタート。切り返します。2弦から4弦に切り、3弦から5弦に切り、5弦から6弦に。3周目スタート。切り返し。3弦に、2弦から4弦に。3弦から5弦に、4弦から6弦に。ここまでで今、1周、2周、3周したので、ここまでで1セットとして練習していただけると嬉しいなと思います。もちろん、いつもと同じような感じで、これで速いと感じたらどんどん遅くしていって構いませんし、余裕だと思ったらもっとテンポを上げていただいて全然大丈夫です。で、気をつけるポイントとしては、もう1つ目の、さっき1本目の動画の中のクロマチック基礎のときと同じです。気をつけるポイントは3つ。まず、左手のフォームをあまり変えない、バタバタさせない。そして2つ目、ピッキングとフィンガリングをしっかり噛み合わせる。で、3つ目は、切り返しのときに間を空けない。この練習の場合は、この弦が飛ぶときもそうですね。こっち行って、こっちに、4弦に行く間にちょっと間が空いてしまったり。しないように気をつけてください。で、意外とやってみるとわかると思うんですけれども、この縦の色って結構難しいんですよ。6弦弾いて、4弦に行かせるつもりが3弦ちゃったりとか、5弦ちゃったりとか、もしくは4弦を押さえてるっぽいんだけども、音が出てなかったりとかすると思うんですよね。しっかりと音をはっきり出しながら練習をしていただけると嬉しいなと思います。さっきの普通のクロマチックだと、どっちかというと、この横の移動の練習っていう感じなんですが、ギターって意外とこの縦のこっち側の動きも意外と難しいんですよ。なので、この応用1に関しては、こういう縦の動きのトレーニングも含めた練習法という感じでしょうか。皆さんのレベルに合わせて、基礎の基本の方でもいいですし、この応用1の方でもいいですし、どちらかを練習していただけると嬉しいなと思います。意外とこのね、切り返して、降りる方が大変。小指がね、この狙ったところになかなかいかないという感じになるんですけれども、そこをね、練習でカバーという感じでございます。できないことをできるようになるための練習ですからね、その辺はちょっと根気よく、むしろできなかったら、よっしゃ、俺できないぜ、ここからできるようになったんねんで、みたいな感じの、ガッツポーズをするぐらいの勢いでやってみてください。で、次。こんなまだまだアマチュアですよ。全然もっとできるよ。こんなの簡単だよ。という方のためにですね、応用2をご紹介させていただこうかなと思います。普通にむずいと思います。ちょっとやってみると、こんな感じ。こんな感じで、その指一本一本で弦を変えていくような練習法です。これ、結構むずいと思います。
やってみましょう。まず、6弦の1フレットは人差し指。そしたら、すぐにもう中指は5弦に行きます。で、薬指は4弦に。小指は3弦に。こう、斜めに行くような感じですよね。で、こっちの練習の場合は、その指を押さえっぱなしにして、音が濁らないように気をつけてください。できるだけ指を一つ一つ離して、音が重なるように気をつけると。けれども、こんな感じで短くなってしまわないようには気をつけてください。で、6弦が終わったら、5弦に行きまして、で、4弦に行きまして、ここまで行ったら、形を反対にします。人差し指が1弦から、2弦から、3弦から。で、ここで1周。1フレットを上げて、また1フレットを上げて、このくらいまで、ワンセットとしてできると良いかなと思います。これ、テンポを上げると、ね、右手のピッキングもすごく難しくて、僕もちょっと今ミストーンちょこちょこ出してしまったんですけれども、フィンガリングもむずいし、ピッキングもむずいし、なかなか際どい練習方法かなと思います。110でちょっと一緒にやってみましょうか。いきます。ワン、ツー、スリー、フォこんな感じの練習法でございます。やっぱりね、人差し指と中指、この2つに関してはその成功率といいますか、その狙ったところに命中する確率高いと思うんですけれども、この小指と薬指に関しては、なかなか6弦、5弦、4弦、3弦ときれいにはいかないと思います。人差し指、中指は OK でも、薬指が、うお、5弦いっちまったとか、うお、3弦いっちまったとか、なんか薬指と一緒に小指が後ろにくっついてきちゃったとか。そんなふうにトラブルが多々起きると思いますので、まあ、ぜひともですね、しっかりときれいにフォームが切り替えられるように練習をしていただけると嬉しいなという感じです。で、これをまたね、100で余裕だったら上げて、難しかったらテンポを下げて、そんな感じで練習をしてみてくださいませ。そんなわけで、2本の動画に分けて、基本的なクロマチック練習のやり方とその応用2つをご紹介させていただきました。1本目の動画の方で僕は、ボソッと、クロマチック練習嫌いっすって言っちゃいましたけれども、まあ、僕自身もそんなにたくさんやってるわけではなくて、何が何でもやってほしいってそういうわけではないんですけれども、まあ、ちょっとね、ギターを持って、なんかこうね、つらつらっと、特に弾くものが思いつかないなと思ったときに、活用してみてください。とりあえず僕はいつ もうそのギターを持ったときに、もう必ずやる基礎練習というか、もうウォーミングアップも必ず決まっているので、あんまりこういったクロマチックをやる機会はないんですけれども、ぜひ皆さんもですね、ぜひ皆さんも、なんて言えばいいんだろう、しまった、まとまらねえ、どう締めましょうか。そんな面白くないから、つまんなかったらやめて OK です。それではまたさようなら。あ、でも別にあれ、役に立たないとかそういうわけじゃないですからね。ぜひともその辺は誤解しないでくださいませ。それでは次回さようなら。